はい、皆さんこんにちは。今回ね、おいでよ動物の森の実況2回目ですね。それでちょっとこの前に、昨日の夜ね、僕ね、ゲームする時間、家でゆっくりゲームできる時間が、深夜かね、もうこれぐらいの午前中とかお昼ぐらいの時間にしかできないので、とりあえず昨夜、夕べですね、ちょっと今日ね、処分したいものっていうか、お金に変えたいものを集めた動画を、この前に上げてありますね。なので、実況付きのはね、そんなに長くできないと思います。もしよかったら見てください。じゃあ今日はね、とりあえずお金を貯めて、洋服を買いましょうね。はい、それじゃあスタートします。はい、それじゃあね、早速ちょっとお店の方に向かいたいのですが、ゆうべ実はね、ちょっとね、釣りも楽しんだんですよ。夜釣りをね。で、釣れた魚を、博物館に寄贈したので、そっちの水族館からちょっと最初覗いてみましょう。はい、じゃあここに博物館があるので、フータは寝てますね。昨日釣ったのはね、ナマズ、ここにいますね。よし、見やすい方法、これでいいかな。これナマズ泳いでますね。ナマズはね、僕このゲームでね、飛び出せ動物の森ってあるんですよ、 3DS のね。それのね、ナマズがなかなか釣れなくって苦労した思い出があります。はい、夕べ釣ったナマズがこの子です。そしてこれがね、川の魚でしょ。でね、次、上にカエルもいますね。こないだ釣ったね、葉っぱの上にね、この方が見やすいか。カエル、あ、水なくなった。こうか。うわ、水ねえな。まあ、そこにカエルいます。でね、じゃあちょっと次。海の魚いきますよ。海の魚はね、なんだっけ、タイとスズキか。釣ったものでちょっと見てみましょう。よし。元に戻して、こうか。これがタイ、元気の良いだよね。どうした、じっと見てますね、こっちをね。はい、じゃあタイですね。タイの他にこのスズキ、スズキってムニエルにすると美味しいらしいですね。僕ね、食べたことないんだ。まあ元気のよう泳いでますね。このね、水族館の水槽ね、もっと賑やかにしていきましょう、そのうちね。サメとかもね、釣れたら釣りたいと思います。まだこの辺も全然何もいないしね。はい、それじゃあね、お店向かいますよ。よし。フータまたな。さてさて、それで花もあればね、ちょっと集めながら。花はないかな。お、リリアン、まあ普通だったら早退の時間だよね。何か聞かせて。今度ね、リリアンに
プレゼント付きで手紙書きましょう。そう、普通の人だったら、まあ平日のこの時間って仕事してる時間なんですよね。何時だ今、お昼の37分。さあ花ですね。これは植えてあるやつ。枯れそうな花はないな。みんな元気に咲いてますね。よしよし、これパンジーだな。じゃあね、とりあえずちょっとここにあるね、梨と今持ってる貝をね、ちょっと売ってお金に変えていきますね。はい、それじゃあね、とりあえず処分というか、売りたいものを売ってきたので、ついでにね、これ、黄色いパンジーと、コーヒーメーカーね、買いました。コーヒーメーカーはね、部屋にテーブルを置いたらその上に置きましょう。じゃあちょっと今、買ったね、黄色いパンジーね、パンジーどこだっけ？こっちか。よし。パンジーの種を植えます。よし。またね、そのうち色違いの花が咲いてくれればいいですね。
よしよし。そしたら、ちょっと浄土に持ち替えて、あ、そう、スコップもね、買ったんで、化石とかね、また掘っていけると思いますよ。それで、昨日夜の動画でこの辺にサソリいたの分かりました？サソリこの辺にね、いたんですよ。サソリはね、昨日は襲ってこなかったけど、運が悪いとサソリにね、襲われて気絶します。なので気をつけないと、ダメですね。あ、ここに化石あるかな？よいしょ。はい、化石。うん。よし。あとは。お、コスモス。あ、植えてあるやつだ。さてさて。お、新しい住民来てるね。アイダホだって。ちょっと会いに行ってみましょう。どこだ、家は。うわ、海の近くだな。遠いな。みんな元気にしてればいいけどな。これね、村の動物たちも病気になったりするんで、そしたらね、薬をあげて治します。あ、村メロね。これね、村メロっていうのは村に、例えば動物と話した時とか、いろんな場面でね、自分で登録しといた BGM が使われるんですよ。あ、トンボ。でも網がない。そういう時の村メロもね、そのうち登録しましょうね。アイダホいるのか？いたいた。クマだ。スクワットしながらお散歩ってきついね。まあ明日からまた一緒に遊ぼうな。さてさて、それじゃあね、どうしようかな。とりあえず、動画が長くなっちゃうからこの辺で一旦切ろうかな。蚊がいるよ、蚊。あ、チューリップ。蚊が飛んでる。ああいう蚊もね、虫網があれば捕まえることができます。はい、じゃあ今回ね、こうやって掘った化石はね、また次回の動画の、冒頭で鑑定してもらって、それでまた一緒にどんな化石だったか見ましょうね。とりあえず今回この辺かな。リリアンにも話した。オリビア、アランがいなかったな。まあアランはまた次回で。はい、それじゃあね、今回はこの辺で終わろうかなと思います。あ、うん、お、ラコスケ。ああ、深いこと言ってますね。ラコスケ、謎の哲学者。ああやってね、深いことをね、言っては、海や川に飛び込んで流れていきます。でね、ホタテを持ってると、なんかアイテムくれるんだったかな？あ、チューリップ。よし、それじゃあ、最後にコーヒー飲んで終わりにしましょう。
こっちか。お、誰かいるよ。見知らぬ猫だ。どんな顔だったか見せますか。こんな顔です。ミルクセーキで乾杯か。いいね。そう、これ通信でね遊べるやつは他人のね友達とか他の人の村へ遊びに行くことができました。じゃ あれ、あ、もう飲んじゃってるのか。あ、そういえば夜飲んじゃったな。まあいいや。それじゃあね、最後はこの辺で見知らぬ猫と一緒にお別れしようと思います。次回のね、動物の森、次回の動物の森は、いつやろうかな。またね、時間できた時にゆっくりやろうと思います。多分来週になっちゃうかな。来週の週末ぐらいかな。はい、それじゃあね、またよかったら、ご覧ください。では、ご視聴どうもありがとうございました。実況は誠でした。失礼いたします。